なんか忍者がでも入りそうな感じの。穴開いてる。ほう、四角。三角。三角。三角。姫路城の、はい、シャチホコって言わないのね。シャチなんだね。さあ綺麗に見えるね。白いね。写真ちょっと拡大して撮ろうとさっきしたら、あ、一体化した空と美白。そう見てこのアングルすごいね。姫路城広すぎて入り口が分かんないね。うわー、これ初めてのパターン。階段じゃないよ。坂でちょっと坂になんかステップみたいな踊り場みたいなのがある。石でね、ちょうど、ね、はあ、初めてだね。さあちょっと西の丸の方に行ってみようと思います。はい、すごい段差が低い階段。あ、でもなんか中途半端に斜めじゃね。そうなの、届かないの。一歩のこの階段のここの縁と縁がギリギリ。さあここからの眺めが西の丸、はいはい、からの眺めで、結構これなんかどっかで写真にもなってそうな感じの。そうだね。さあ百軒廊下と呼ばれているものみたいですね。はい、ちょっと中に入ってみましょう。はい、登りやすい階段の高さにございます。そうでございます。おー、あー、いい風。すごい長そうな雰囲気だね。まだ長いんだな。ね、俺もさっきので実は終わったかと思ったんだけど。ほら、だって曲がって曲がってまだ続いて。かっちゃん、これどこまで続くんだろう。まだ続くよ。あ、ほんとだ。向こうまでぐるっと回る感じなのかね。ね、必死。何それ。 AR っていうのを入れてみたの。なんかね、そのポイントに来たらこの姫路城の説明をしてくれるっていうアプリなんだけど。へー、面白いね。面白いね。小矢倉。あ、ここはきっと最後なのかな。おお、見えます見えます。お、どこどこ。ほら、おお、びっくりした。正直ほんとびっくりした今。うん、三角、四角、三角、いつだっても正解しないみたいな感じで丸が来ないみたいな。あ、むっちゃ見て、あれ丸太がズバって出てる。結構こう無造作に結構入ってるもんなのね。そう、うわ、どっからだと分かんないけどね。分かんなかった。ガッチャの目ではさ、遠目にさ、この白いはずのところがさ、もう黒くなっちゃってるって言ってたけどさ、白い上に苔が生えてるんだね。こういうことで白いのが見えにくくなってるのね。二の門だって。へえ。うわ、なんか雰囲気あるわ。うわ、ちょっと上からの圧迫感を感じ始めたな。ね、うん、ここに来て初めて。今まで感じた。この高さすごい低い。はい。ああ、ぶっけちゃった。あがちゃん、ここ頭気をつけてください。ここだって頭上注意って書いてあるもん。うちの高さでこんな感じです。ぶつかる。あ、本当だ。さすがにちゃんとね、頭曲げますよ。さあ、むっちゃん、天守閣入り口だって。はい、すごいね、層がすごいね。さあ、行きましょう。石が足の裏に。あ、ひんやりくる。わー、風が気持ちいい。本当だね。むっちゃん、流しだって。流しだって。へー、あー、やっぱ大きいね。つらそう。うわー、すごいな。
すごいこれ。あー頭ぶつかるよこれ。むっちゃでもぶつかるわこれ。あ、時代ごとにシャチが違うんですね。これをこうしてこうはなるけど横にしてしまえば、あ、ほんとだ、こういう風に。あ、はい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 、ここに多分これが入る。あ、ガチってして奥にガチってするんだ。はいはいはい、へえ。あ、ちゃんと色でね、分かるようになってるんだ。はい、で、緑、はい、ここにつけ、白、ほ、赤、へえ。ここ姫路城は国宝や世界遺産にも選ばれている日本を代表するお城です。現存12天守の一つで最も大きい現存天守です。黒田官兵衛が毛利攻めの拠点をするようにと秀吉から献上された城としても知られていますね。また姫路城は映画やドラマのロケにも多く使われることもあり、しばしば江戸城などの代わりとして撮影されることもあるみたいです。